彼があなたに好きそうな素振りを見せるのにはこんな理由があるんです。こんにちは、小川健二です。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また不定期でありますが LINE アット公式 LINE でも様々な情報を配信しています。下の概要欄説明欄に LINE アット公式 LINE へのリンクが貼ってあります。登録無料になっています。合わせてご登録ください。男性が女性に対してさも僕はあなたのことが好きですよと思わせるような態度や行動を見せるのは一体なぜなのか、その時の男性の本音について今日は代表的なポイントを7つご紹介をしていこうと思います。男性女性それぞれね考え方が若干違うところがある、恋愛に対する取り組みに多少の違いもある、そこをねどう埋めて恋愛をうまくやるかという話についてはこういうセミナーで詳しくご紹介もしています。こちらに画像が出ていますが日程場所下の概要欄説明欄にリンクが出ています。こちらにも同様のリンク出ていますからこちらから日程場所をご確認いただいて、ご都合よければねこちらお越しいただくと、僕が講師をやっている僕のセミナーなんで、YouTube ではやんないあんな話やこんな話などなど YouTube でやると怒られそうな話も含めて、全部ここでやってるんでこちらにお越しいただければいいんだが、今日は、日常のね男性との関わりの中であなたに対して僕はあなたのこと好きなんですよみたいな態度をねちょいちょい見せてくる、だからといってはっきりとした恋愛感情がありますということまで言っていない、一体なぜそんな中途半端でね思わせぶりな素振りを見せるのか、今日はその代表的な理由について7つご紹介をしていこうと思っていますが、もちろんここでご紹介差し上げる話全てのケースに当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただくとあなたの状況や環境そして心の状態をお伺いさせていただきながらより実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくことができます。これも下の概要欄説明欄にリンク出ています。こちらからホームページ飛んでいただくか、こちらにも同様のリンク出ています。こちらからホームページ飛んでいただいてご希望の日時ご入力いただいてお申し込みください。近畿の日程が大変混み合っていて、お急ぎのケースとかだとねすぐにちょっとお答えできない場合があったりするので少し先の予定を余裕を持ってお申し込みくださいませ。ということで今日は男性が好きそうな素振りを見せる理由、代表的なものを7ついきたいと思います。そのうちの1つ目はこちらです。はい、これは男の人女の人関わらずですね、自己承認欲求を満たしたいだけの人もいるんですよね。はた迷惑な話といえばねそうなのかもしれないが、自分がねやっぱり誰かに好かれたいとか誰かに好意を持ってほしい、それによってね何かをするわけではないんだが好きと言われること自体が嬉しい、それだけでね自分自身の自信になる。じゃあどうするかというと自分から誰かに対して好きであるかのような振る舞いをするんですよね。人は誰であれ自分のことを好きと言ってくれる人に対してあんまりネガティブな感情を抱かないですよね。どちらかというと心を許しやすくなったりとかどちらかというと好きという感情まで生まれてしまう。だからその感情のスイッチをオンにさせるためにこちらからね好きであるかのような素振りを見せる。なんとかさんすごく魅力的だな、なんとかさんみたいな人ってすごく僕大好きなんですよねみたいなことをちょいちょい言ってくる。別に女性として好きだとかねお付き合いしたいみたいなことははっきり言ってこないんだけど、あれひょっとしてこういうこと言ってくれるってことは私のこと好きなんかな、なんかいろんな形でね私に対して力になってくれたりとか助けてくれたりもするから、あれすごく気にかけてくれてるんかな、やっぱり彼私のこと好きでいるんかな、いやでもそういう感じじゃないぞ、一体これは何なんだというふうに思うかもしれないが、あなたがねそう思うこと自体がお相手の思うツボというか、お相手のね欲求を満たすことになってしまう。だからこれはねさっきも言ったように女性もね男性に対してそういうことをやる方って結構いらっしゃって、そんなにねその男性のことは好きじゃないんだけどやっぱりこう好きな気持ちになってもらうことで、自分はね結構イケてるんだなっていうような自己承認欲求を満たしたいというような、本当にねあなたに対して、好きだから、その思いをね理解してほしいとか、好きだから、俺の気持ちを汲んでくれみたいなね時はこういう態度を見せるっていう話はねこういう動画でご紹介させてあげたことだと思います。こちらに画像が出ていて、こちらにリンクも出てます。関連する動画は他にもいくつかご紹介させてあげてるのでチャンネルをご登録いただいて合わせてご覧になっていただければいいんだけども、こういうねはっきりとした愛情表現というわけではなくて、なんとなくね
そうか曖昧で、思わせぶりなという時には、まあ、大概あなたに好きになってもらうことで彼自身が満たされたいだけということもあるので、まあ、そういう人はね要注意というそんなお話でした。さあそして2番目はこちらです。はい、まあ、1番目とはねちょっと打って変わった感じなんですが、本当にあなたのこと好きだからあなたの脈ありか脈なしかをね判定したいぞということで、あなたに対して、まあ、好きっぽい態度を見せると、直接的にね、好きなんよとか、お付き合いしたいんよみたいなことを言って、わちょっとおじさんキモいわとかね、いやそれは絶対ありえないみたいな回答が返ってきたら、それはちょっと嫌じゃないですか。傷つくし、それでねちょっとしばらく動けなくなってしまうのも嫌だから、まずはちょっと勝負かけてもいいんかな、まずはちょっと可能性あるんかなということを知りたい。だからそのために自分があなたに対して好意を見せた時にどんなレスポンスをするんだろうか、少なからずね拒否られることはないだろうなということを確認するために、まあ、思わせぶりというか、あなたに対して恋愛感情があるような素振り、まあ実際にはあるんですけど、ただはっきりあるというところまで行くとあなたが引いてしまいそうだから、なんとかさんのこと好きなんだよねとかね、なんとかさんとご飯行きたいんだよねみたいなことをちょいちょい言って、それに対してあなたがね、あいや全然ご飯とかならいいよっていうふうに言ってくれるんだったら、よしじゃあそこから勝負かけるかっていう話になるし、いやご飯とか全然ありえない、何寝言言ってんのって言うんだったら、あそうかちょっとまだ本気になんなくてよかった、ちょっと傷ついたけどまだまだ今だったら浅くてよかったっていうことで、まあそこで終わると、まあそういう意味でのねこう探りを入れているというふうに思っていただいていいと思います。まあそのあたりはさ、まあ、彼のお人柄とかあなたと彼との関係性とか見ながら、あこの人私結構好きでいてくれてるんかなっていうことが、まあ、分かるんだったらね、あちょっと探り入れてきてるんだっていうふうに思えばいいし、まあそういうタイプでもなくて誰かで構わずね好きみたいなことをあちこち言ってるような、そんな軽めのね、好きと言いたいおじさんだったら、一番目にも言ったような単に自己承認欲求で言いたいだけなのかなというふうに思っていただいていいのではないでしょうか。そして3番目はこちらです。はい、決められない時ってねありますよね。これもね男性も女性もあると思います。彼のことが好き、彼女のことが好き、まあ、だけどじゃあ彼女とね、本気で愛し合おうという覚悟を持てているか、本当にね彼女と結ばれるために、できる限りの力を尽くそうという思いを強く持てているかというと、ちょっとまだそこまでじゃないんだよね。まあ、なぜならばそこにはねいろんな大人の事情があったりするわけじゃないですか。彼女のことを好きって言ってしまったら、ひょっとしてね職場でこの後仕事がしづらくなってしまうかもしれないぞとか、まあ、ひょっとして、まあ、自分嫁さんいたりするから、茨の道を歩むことになってしまうかもしれないし、あなたをねそういう道に歩ませてしまうことになるかもしれないしとかね、まあ、いろんな事情がみんなある。まあ、そこそこね、いい年した男と女何も抱えていない人はいないんです。好きだ嫌いだそれだけでね話が片付くなったら、まあ、それはそれでいいんだけど、でも現実問題そうじゃないことの方があってね、いろんな大人の事情を考えると、まあ好きなんだけどなかなかね前に進むわけにはいかないな、あなたがひょっとして自分のこと好きでいてくれてる、そんなことも分かってる、だけども決めきれない、だけどもあなたにどっか行ってほしくない、でも僕の気持ちは分かっていてほしいぞということで、まあ匂わせ的にというか、まあ、遠回しにねあなたに対して恋愛感情がありそうな素振りというのを見せる、まあこのあたりもね、まあ、2番目と同じようにあなたとの彼との関係性なんかを見ながら、あ割とね好きでいてくれてるし私も好きだし、まあひょっとしたらね、まあ、うまくいくんだろうけど、でもちょっといろんな事情があるから今はそういうわけにもいかないのかな、そのあたりいろいろ考えてるのかなっていうのは、まあ、ちょっとね見てると分かることあると思うんですよね。まあ、そのあたりはさ、まあ、お互いいろんな事情があるわけで、まあ、今はちょっと待ってあげた方がいい場合もありますよねというお話、先日こんな動画でねご紹介差し上げたと思います。こちらに画像出ていて、こちらにリンク先もあるんでね、まあ、このあたりちょっと見ていただきながら、まあ、客観的に見てお互いの立場がね、あこれはちょっと今彼は決められない状況にあるんだな、決めるとお互いにとってねマイナスになることのひょっとして多いというふうに、まあ、そんなふうに頭の中でね考えてらっしゃるのかな、だったら今はちょっと待つべきかということで待つか、まあ、もしくはねいやそれ決められない人はもういいや、あんたのそれは都合かもしれないけど私は私でねちょっと時間もあるしそんなことね考えてられないってなったら、まあ、それはそれでねさようならっていうふうにすればいいだけの話ということで、まあ、あなたのことを真剣に割と考えてはいるんだけど決めきれないということで、結果的にね思わせぶりなというか、まあ、好きと思われるような素振りだけで終わってしまっているということもあるというそんなお話でした。さあそして4番目はこちらです。はい、
お願い事のね下心という、まあ、これはあるあるですね、まあ、これもね男性女性それぞれあると思います。まあ、いわゆるこう色恋営業というとねそれに近いのかもしれないが、まあ、あなたに対して僕はね、興味や関心があります、好意がありますよというふうに言っておいて、あなたの関心をこちらに引き寄せておきながら、じゃあ悪いけどこれお願いね、じゃあ悪いけどここでちょっと力を貸してくれないかな、これをあなたに頼みたいんだ、いや何だったらちょっとこの壺買ってくんないかなとかね、ちょっとこれマルチの勧誘なんだけどこれちょっと契約書にサインしてくんないかなみたいな話を持ってくるような人ってのもごく稀にいる。まあ男性も女性もですよ。まあなのでその人がね普段どんな活動をしているかとか、まあどんなねこうバックボーンがあるかというかバックグラウンドがあるかということを、まあ、よくよく見てみると、あ、なんかこの人私のこと好きそうに言ってるけど言ってみたら宗教の勧誘されただけだったみたいな話になってしまうと、まあちょっとね時間の無駄というか労力の無駄ということになってしまうので、よくよく見ていただいて、まあちょっと怪しい人なのかなとかね、なんかこの人下心ありそうだ、この後なんかね変なセールスとかしてきそうだぞっていうふうに、まあ思うような相手だったら別に関わんなきゃいいだけの話なんだけど、まあただねそういう人があなたの身の回りにいるかといったら多分そんなにいないと思うので、時々ね登場してくる人物なんかね、まあ時々ね、用もないのに連絡をしてきていきなり恋愛人みたいな話をしてくるような人とかっていうのは、まあ、ちょっと怪しいぞというふうに思った方がよく、いきなりね出会った瞬間好きになりました、お願いです僕となんか一緒にこのミーティングに行ってください、このセミナーに行ってくださいみたいなふうに言ってくるんだったらちょっとそれは気をつけとけっていうね、なんか怪しいお願い事が後々出てくる可能性があるというそんなお話です。さあそして5番目はこちらです。はい、流されやすい人っていうのもねいるんですよね。まあ人がいいというのかね、まあ主体性がないというのか、まあいろんな人にね気遣いができるというのか、まあその言い方はいろいろあると思います。あなたがね彼に対していろいろ声をかける、お願い事をする、それに対して彼はノーと言わない、あれひょっとして私のこと好きでいてくれるんかな、彼に対していろいろ力をね借りたいという、それを力を貸してくれる、あれなんかいろいろと助けてくれる、あなたが彼にご飯に行こうと言いました、彼はあいやいいですよということでご飯に行く、あなたがね彼に LINE をする、電話をする、必ずそれに返してくれる、あれこの人絶対私に脈割りだよね、私のこと好きだよねというふうに思うかもしれないが、まあ、彼とすればなんか来たからそれに全部返しているだけ、誘われたからそれに行っているだけ、求められたからそれに答えているだけというね、まあ何なんでしょうね、本当に悪い人じゃないんでしょうけど、なんとなくねこうあなたを誤解させてしまうというか、あなただけじゃなくてねいろんな人を誤解させてしまうような人っていうのは割といらっしゃってね、だからあなたから見た時にこれは私に対する愛情表現じゃないかとかね、ノーと言わないということは OK なんじゃないかっていうふうに、まあ、思って、グイグイと行くんだけど、彼の方から何も言ってこないと、なんか思わせぶりな態度を取られて遊ばれているというふうに思うかもしれないが、まあ、彼の方はいや別になんか言われたから一緒に行ってるだけなんですけど、いやご飯行こうって言われたからご飯行っただけなんですけどとかね、まあそういうケースっていうのもまあまあよくあったりするんで、そこはねやっぱり彼のお人柄っていうのをちゃんと見てあげていただいて、あなたに対してだけそうであるならばね、まあ確かにそういう気配もあるのかもしれないけど、誰に対してもさあんまり断らないっていうか、まあどんな場面でもまあいい意味で行くといろんな人に気を使えるし、いろんな人に優しいんだが、悪い意味でいくと、まあ、流されやすかったり主体性がなくてね、まあ、誰かに構わずみんなにいい顔をしようとする人だったりするのであるならば、まあ、そこはねちょっと注意をした方がいいかもしれないと、まあ、なのでいろんな人にねそういう気遣いをしている人が特別にあなたにだけさらにねプラスアルファ何かをやってくるんだったら、確かにそれはね恋愛感情の表れというふうに思っていいかもしれないが、特段今はそういうことではなくて、なんとなく流されてしまっているだけということもあったりするので、まあ、そこはね注意した方がいいのではないでしょうか。さあそして6番目はこちらです。はい、単にそういう人っていうのもいましてね、まあ、今の話に絡めてなんですけど、誰かに構わずね好きって言ってみるとか、コミュニケーションがね基本的にこう長けている方なんかもそうなのかもしれないが、やっぱりこういうふうに言うと人はねご機嫌になるよねとか、まあ、こういうふうに言うと、まあ、少なくとも自分は嫌われることはないよねということで、別に自己重要感を高めたいとか、まあ、自己承認欲求を満たしたいということではなくて、単純にコミュニケーションの取り方としてね、まあ、日常的に
こうラブを人との会話の中に押し込んでくる。それは女性に対してだけではなくて男性に対してもね、まあうまいところで褒め言葉を差し込んでったりとか、まあいわゆるこうね軽いトークでまあボケツッコミみたいな話をしたりとか、まあやたら話も合うし合わせてくれてるだけなんだけど、あ、ひょっとしてなんかこの人と私ご縁があるかもしれないな、ひょっとしてこの人私のこと好きでいてくれるのかもしれないなっていうふうに思うかもしれないし、まあ実際にね好きか嫌いかで言えば好きなんでしょうけど、でも向こうとすれば、まあ、誰に対してもそういう対応だから、まあ、本当にねコミュ力高いだけっていうだけの人だから、なんかいや別にそういう感じじゃないんですけどっていうふうになってしまうことがある。まあそれはね完全に誤解されるようなコミュニケーションの取り方をしているお相手にも問題があるんだが、ただまあそういう人だっていうことをよくね一歩引いたところから見れば分かったりするんだけど、やっぱり自分もねやっぱりそういうまあフレンドリーなというかね、もうラブを込められたコミュニケーションを入れてこられるから、なんとなくこう好きになっちゃってるんでね、あ、ひょっとしてそういうつもりで接してくれてるに違いないなんていうふうに思ってしまうことがあるかもしれないけど、でもね今言ったように冷静に見てみれば、あれ誰に対しても同じようなコミュニケーションを取ってると、あ、単に軽い人なんだ、まあ芯はね太いのかもしれないが、コミュニケーションの取り方としてそういうことを日常的にね、やる人なんだ、この人はちょっとこう日本人っぽくなくね、まあ、ちょっとこう欧米人っぽい感じで、普通にねこう褒めたりとか、まあ、ちょっと、ラブトークみたいなことをポンポンポンとしてくるような人なんだなということが分かるんだったら、まあそういう人だよねということで、別に特段思わせぶりなね態度をしようとしてそうしていることではなくて、結果そうなってしまっているだけということもあるという、そんなお話でした。さあそして最後7番目はこちらです。はい、実は本気の愛情表現っていうね、まあ、これもねあるっちゃあるんですよね。まあ思わせぶりな態度っていう風にあなたの方からするとまあ思うのかもしれないし、なんかね好きっぽいような素振りばっかり見せなかった根性証明っていう風に感じることがあるかもしれないが、いや彼にしてみると精一杯の愛情表現で、まあ、精一杯のあなたに対する、ねラブだったりすることも少なくないんですよね。まあ何をもって愛情表現かっていうのはさ、はっきり言って人によって違うんですよね。あなたはこういうふうにすることが愛情表現だっていうふうに思うかもしれないが、向こうにしてみると、いやこうすることが俺にとっての愛情表現だっていうふうに思うことがある。まあそういう意味でのコミュニケーションのギャップっていうのは同性同士でも起こり得たりするので、ちょっとねあなたから見るとなんか納得いかない愛情表現だなとかね、納得いかないなんか思わせぶり態度だなっていうふうに思うかもしれないけど、まああなたの方がそう思う以上に、実は彼はあなたのことはすっごく好きで、あなたに対していやちょっと全然思わせぶりとかそういうんじゃなくて、真剣に僕好きって言ってるんですけど、いや真剣にお付き合いしたいって言ってるんですけど、いやマジで本当に一生一緒にいたいぐらいそう思ってますみたいなこともあったりするので、ね、このあたりはさもう完全にあなたの方からねちゃんと話を聞いてしまうっていうのは話早くて、何それ一体どういう意味なの、本気で言ってんの、私のこと好きなん、私と付き合いたいんという聞き方はいろいろありますよ。今のまんま聞いたら怒られちゃいますから、聞き方はいろいろあると思うんだけども、まあこれってねどういう意味で言ってんのか、私そういうふうに言われると勘違いされたりして、勘違いしてねあなたに迷惑かけたりしても困るから、そのあたりちょっと白黒はっきりさせておきたいんだけど、どうなんっていうことをちょっと聞いてあげると、ああいや別にこういう意味で言ってます、いや本当に好きで言ってますというふうに、そういう人はねそういう人でちゃんと言ってくれるんで、まあ、それでまあそういうことなんねっていうことで、あなたが納得するんだったら、じゃあそれでね、じゃあ結ばれましょうって話かもしれないし、まああそういうことなんでも私は別にあんたのこと好きじゃないからさようならってなったら、それはさようならっていう話だから、まあどういう形になるかっていうのはね、あなたの選択次第だとは思いますけど、まあ彼の方とすれば別に何もね、好きそうな素振りを見せてるとか思わせぶりな態度を取ってるわけではなくて、単純に好きだからそういうふうにしてるだけなんです。実は俺なりに本気の愛情表現として君にこういう態度を取ってるんですっていうこともまあありますよねと、まあこのあたりの話もねこういう話の中でご紹介させてあげてると思います。まあちょっとねあなたからすると期待通りじゃないかもしれないが、彼なりにね好きだからこういう行動になってしまうということもあったりするんでね、まあこのあたりも参考にしていただくといいかなと思います。こちらに画像が出ていて、こちらにリンク先もあるんでね、まあ、このあたりの話をちょっと見ていただきながら、あなたが考える愛情表現と違う形の愛情表現だとしても、彼は本気だから、まあ、そういうふうにしているということも、まあ、往々にしてよくあるという、そんなお話でした。さあということで全7項目ご紹介をさせていただいています。これ男女間の問題だけじゃなくてね、まあ、同性同士でもそうなんですけど、最後の方でもねちらっと言ったように、
まあ、好きにもいろいろあるし、まあ、愛情表現にもいろいろあったりするので、どれが愛情表現か、どれをもって好きというかっていう、その答えってさ、もう本当にないんですよね。その人はどう受け止めるか、その人はどんな思いでそれを言ってるかでしかないんで、じゃあそのギャップをどこで埋めていくかというと、言葉によって埋めていくしかないんです。そして行動によってその裏付けをしていくしかないんです。じゃああなたがすべきことは何かというと、途中何度か申し上げたように、彼が日頃ね、どんな接し方を人と他の人と接して、しているか、あなたに対してじゃあ他の人と比べてね、どんな接し方をしているか、そして言葉でいまいちわからないんだったら、これはどういう意味で言ってるんだということをあなたの方からね、まあ、聞いてあげる、あなたの方から確認をする、そしてそれに対しての返答を持って、あ、そういうことなんねっていうふうに、まあ、理解をすればいいと。いや別になんでこっちがそんなことしなきゃいけないんだって言うんだったら、それは別にさ、わざわざそこまでする必要もないし、まあ、勝手にね、そういう素振りをしとけっていう話ではあるなが、あなたの方がそれをね、ちょっと白黒はっきりさせたいなとか、まあ、なんだったら自分の方からね、彼の気持ちを確かめて OK、 なんだったら私も彼とそういうことになりたいなと思うんだったら、あなたの方からそういうふうに動いてあげるっていうのも、まあ、考え方としてはありだったりもするので、まあなんかね、とにもかくにも彼がちょっと思わせぶりな態度でこっちもねやきもきしちゃって、すごくストレスなんだよねという時には、まあこういうところをちょっと理解していただきながら、最後の最後はね、まあ、蓋を開けてどうなんだということを確認していただくと答えわかるんじゃないですかという、そんなお話なので、参考にしていただけるのであれば参考にしてみてください。現場からは以上です。